このこともいろいろご覧になっていただいて、はい、あ、そうなんですか。どこかのお寺の方が、あのこの辺りは、ね、かぐや姫の地域だよっていう講演とかされてるビデオとかも見て、かなり前のやつですね。数年ほど前のやつですね。だ かなりもう 2,3 年も続けて見ていただいてる、多分そうだと思う。 YouTube とか、はい、あ、ね、もうほとんどご存じない、ね、私たちが来るから、はい、あ、じゃあだったら行って買ってきてくださいって言って、はい、あ、そうなんですか。 ありがとうございます。もしも差し支えなければ、はい、一緒にちょっと写真を撮ってっていうけど、まあ、そんなことはよろしいですか。もうその思っていい格好の中でもいいんですけど、うん、いいですか、申し訳ありません。一応まああの、はい、要件の方だけね、はい、うん、京都アラビの石炭棒ですね、はい、一つ、はい、それから日本は世界文明の発祥地 1,2,3 とこれね、はい、1,2,3、はい、と、ま、マスコミ一代記、はい、あ、これは買い求めの方は少ないんですけどね。あ、そうですか、うん、これ私の博物館をまあ開いたね、はい、そのまあきっかけというか今までの経歴をね、そうですか、を書いてましてね、はい、これだけでいいんですね。はい、それでとりあえず、あとまあいろいろまだ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 あるんですよ、はい、邪馬台国とかね、 あるでしょう、いろいろある。またそれはね、はい、ちょっと私では分かりかねるので、あ、分かりかねるんでね、はい、これいくらになるのかな、ちょっと待ってね、3冊でこれが4000円と3000円ぐらいで1万1000円だと思うよね、これね、4567890、これ3つで1万1000円ですわね、はい、これね、ちょっと見ていただいて、はい、そして、そしてこれはいくらやったかな、値段忘れてもらってましたよね、4000円ですね、もう税とかそれは関係ないので、はい、4000円、1万5000円と、そしてこれが2000円か、1万7000円、はい、あ、ありがとう。